こそ浅野美和です。もうじき、チャンネル登録者数が500人に達成しそうです。500人になった日に、応援してくださった皆さんに、一度しっかりと自己紹介を、見ていただきたいなと思ってこの動画を今日作っております。そして、皆さんにこの動画が届いているということは、まず最初の目標の500人が、達成できたということです。本当に応援ありがとうございました。そして、500人に達成したら、今度は一つ一つの、ね、コンテンツをもっともっと深めてちゃんと作っていきたいなと思っていたので、それを、今日からまた頑張っていくのと、そして次の目標、今度は1000人に向けて、チャンネル登録者数を、増やしていくことができたらいいなと思っています。それから先も頑張っていくので、本当にこのねスタートラインで出会えた皆さんなので、これからの私のこの YouTuber になっていく、旅路をぜひぜひ見守っていていただけたらいいなと思います。これから先もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日はちょっと自己紹介をさせていただきたいと思います。私は静岡市に生まれまして、現在は静岡市で14年目になりますけれども、コステミーヤヨガスタジオというスタジオを2店舗経営しております。で、まあ、自分自身も毎日毎日レッスンをしているんですけれども、まあ、大体いつも200人ぐらいの生徒さんが通ってくださっているヨガスタジオです。で、まあ、ヨガスタジオをやる前は、30歳になる前ぐらいか、29の時に、ハワイに嫁ぎまして、ハワイの方と結婚していて、ずっとハワイに、住んでました。で、まあ、ハワイでサルサという、ね、ダンスに出会ってしまいまして、毎晩毎晩サルサに明け暮れる、生活だったんですけど、そしたらなんか見る見る間にサルサがすごく上手になっちゃって、で日本に一時帰国した時に、東京にサルサを踊りに行った時に、あれ東京で教えられるんじゃんと思って、そしたらもう東京で教えたくなっちゃって、それで、日本に帰国して、静岡に住みながら金土日と毎週ね東京に、通う生活をして、東京でサバンナというね女の子40人ぐらいいる、ダンスチームを持っていて、そして、まあ、その子たちのパフォーマンスを、振り付けを教えて、衣装を作って、アクセサリーを作ってでね決めて、そして、まあ、海外にパフォーマンスに行ったりとかっていうのを、まあ、しながら、オープンレッスンを、まあ、東京でずっとしてました。で特に女性のスタイリングっていうのが、まあ、私のレッスンの売りだったんですけど、ずっと女性なんですよね。本当に女の人に苦労したことはないっていうぐらい、ありがたいことにずっと女の人が私の周りには200人単位でいつもいてくれる生活を、ここもう20年してますね。で20年してます。で、まあ、ダンサー時代も女性をね女性の40人のチームを抱えてやっていて、そして、まあ、自分のヨガスタジオも、まあ、大体が女性の生徒さんなんですけど、まあ、ここ2年ぐらいは男性のホットヨガとかを始めて、男の人だけ のメンズヨガも教えてるんですけど、まあ、皆さんねこの私 のアクティブバックメソッドで、もう最近ねドキッとするねボディラインにだんだんなってきてるんで、男の人にヨガを教えるのも最近本当に面白いなと思ってます。男の人もねまだまだ体が綺麗になっていますし、女の人も40代50代でももうビキニを着られる着続けられる体を私は皆さんに維持できる方法を教えていきたい、それを目標に使命だと思って YouTuber をこれから先もやっていきたいと思っています。そしてですね、ダンスその時代にその女の人をねずっとこう40人のチームをやっていて、まあ、自分のスクールでも、女の子がたくさん女性ですね、女性がたくさん通ってくださっていて、それで、7年ぐらい前から、静岡の、ミスユニバースの、まあ、静岡大会の、ビューティーキャンプのヨガ講師を、というお仕事をいただいて、やりだしました。でそれはもう今7年やってます。でその間に、ミスグランドの静岡大会、そしてミスユニバーシティの静岡大会の、まあ、ビューティーキャンプも加わって、今はこの日本三大ミスコンの、静岡大会のヨガ講師をして
います。で、まあ、それをきっかけにですね、すごくあのモデル体型のスタイルのいい美しい、ね、若い女の子たちに会う機会ができまして、私 もうだんだん、ね、年になってきたので、すごくいいエネルギーをいただいてここ10年7年過ごしてるんですけど、その子たちのやっぱこう先天的にもう DNA に組み込まれてる、まあ、恵まれた筋肉記憶ですよね。その筋肉記憶がやっぱり彼女たちのスタイルの良さとかを作っているんだなっていうのがだんだん見えてきて、それであの筋肉記憶を使ってじゃあヨガをやったら、まあ、普通のスタイルの私たちもあの少しはあのモデル体型に近づいていけるんじゃないのかなっていう思ったのがきっかけで、それを、ヨガスクールに通ってくださってる女性たちに、教え出したですね。そしたらあれまみるみるあの普通のね普通の、まあ、普通の女性たちが、どんどんねあのスタイルが良くなっていくんですよ。で私自身も、まあ、このアクティブバックメソッドでウエストが13センチぐらい細くなってるんですね。体重は全く変わらないんです。でこれなぜかっていうと、ここのねあの またこういうふうにあのすぐにメソッドとかの話になっちゃうんですけど、あのあばらのねここの骨ってこうなってるじゃないですか。こういうふうにねうつあの後ろ背中からこういうふうに、でこの骨がこういう向きでいるとウエストがあの太いんですよね。寸胴ってやつですね。私もともとスイマーだったんで結構寸胴な体型だったんです。でそれを筋肉記憶を変えることで、筋肉っていうのは骨に乗ってるので筋肉の動きが変わると骨の向きがこう変わるんですよね。そうするとこういうあばらをじゃあこういう向きにすればくびれができるわけですよ。そうするとアンダーバストがね細くなって胸も集まってきて、どんどんで肩甲骨も開きやすくなって、どんどん綺麗なねあの骨格の配置に変わっていくことができるんですね。でそれがアクティブバックメソッドなんです。それで、まあ、背面背中とかお尻とか太ももの後ろとかをどんどんあの使い方を変えていって、まあ、高いところにお尻を作り、あばらの骨の向きをこうくびれを作る方向に向けて、そして肩甲骨を開いていく、そして首を出していくっていうので、あの普通の、ね、方もどんどんスタイルが良くなっていきます。だから本当はどんどんこうやって丸まっていって老化していくんですよね。人間ってほっとけばあの重力に引っ張られていく生き物なのでね。だけれどもそれに逆らってちゃんとこうヨガを行っていくと年々ねまだねスタイルはあのアップデートしていく力を持ってるんです、肉体って。で使ってない筋肉っていっぱいあるので、あのそれって使わなければもうこのままずっと使わないであの墓場まで持っていくことになっちゃうので、それらの筋肉に気づいてそれらの筋肉を育てて、そして、育てた筋肉を独り立ちさせてあげる、あの常用筋っていうんですけど、普段も無意識でも使う筋肉に卒業させてってあげる。そうするとあの今まで使ってなかった筋肉があの常用筋に育つんですね。そして筋肉記憶がこうアップデートされて、あのもっともっといろんな筋肉を使って日常の生活が行えるようになるので、まあ、代謝もね下がりませんし、太りにくい体をキープできますし、そこからまたあのさらにその奥にあるもっともっと眠っている筋肉まだいっぱいあるので、そういう筋肉を目覚めさせていくとそれらの筋肉がまた違う連動をしていくので、あのどんどん体骨幹の関節の可動域が広がったりとか、骨格の向きが変わったりとかして、どんどんヨガが楽しくなってきます。自分の体と付き合うことがこんなに面白いんだなっていうのが、年々分かってくるので、このアクティブバックメソッドを乗せたヨガはやめられないんですね。だからあの私のヨガスクールはやっぱ皆さんもこの世間一般と同じでこのコロナでねあの大打撃を受けました。休業になって、生徒さんね結構あの辞めますとか退会しますという方たくさん出たんですけれども、まあ、この自粛宣言が解けて今もうだいたい 85% も皆さん元通り、もしくはあの休んでた期間に
ヨガがどれだけ自分 の, その体を維持してくれてたかっていうのが分かったんでしょうね、多分ね。それで今まで2回、月2回だった人がやっぱり4回にするとかって言って、回数を増やしている方が多くて、まあそんな感じで、そんなにコロナで大打撃も受けずに、まあ、通常通りの営業に今は戻ってます。でそれに加え、今この YouTube の動画配信があるので結構忙しいですね。忙しいです。でも自分の静岡のスクールの生徒さんだけではなくて、こうやって他のところの広い範囲の方に私のこのヨガメソッドをお届けして、まあ、自分のね体とつながる楽しさをもっともっと伝えていくことがねできる可能性がここにはあるので、これからもねさらに頑張っていきたいと思います。はい。で、私がヨガをそして、ヨガをね教えていく中でこう2つ大事にしていることがあります。一つは、皆さんのこう健康的な生活、楽しむという人生を楽しむということ、趣味を持って趣味をするっていう、そのベースにはやっぱりエネルギッシュな自分がないとできないじゃないですか。なのでこの趣味の生活を行うため、楽しい生活を行うために、そのベースにこの私のヨガがあるっていうのを、私はここに自分のヨガを入れてって感じで入れてほしいなと思っていて、いつも教えてます。で、まあ、このヨガをやっているから、いつも前向きな気持ちでいられる、体も健康でいられる、体も動く、行動力もある、ね、そんな感じで、皆さんのベース作りになりたいな、元気のベース作りに、入れてもらいたいなと思っているのと、あともう一つは、ヨガを、ね、教える時に、小学生でも体が動いてしまうような伝え方、体の動かし方の伝え方をするっていうのが、モットーなんですね。例えば、動画を見てくださってる方は名札メソッドって分かりますよね。ここに聞いてくださってますよね、動画見てたら。ここにね、小学校の時の、に胸につけてた名札を縫い付けてるイメージをして、それがこういう風になっちゃってると名前が見えないじゃないですか、ね、なので名前が見えてないよっていうと、はいって皆さんこう名札を伸ばして名前が見えるようになる、ね、そうやって名札って言うと、はいってもう体が動いちゃう。これも一つの筋肉反射なんで、筋肉記憶なんですよね。からレッスンの中でもっと溝落ちを引き上げてとか、いう言葉で言うよりもイメージってすごく大事なので、名札伸ばしてって言われると、はいってその筋肉がオンになるっていう、そういう掛け声的な要素を使って皆さんの体を動かしていくっていうのが私はすごく楽しくって、で、まあ、その他にも、まあ、足長っていうのとかね、恥骨をうっとかっていうのもあるんですけど、そういうのを、YouTube の動画でも入れていきますんで、もうそれ言われたら皆さんの体も入って動いちゃうみたいなね、そんな感じになっていただけたら、アクティブバックメソッドが皆さんの体に染み付いてきたなっていうことだと思います。さあこんな感じで、これからはコンテンツね、もっともっとアクティブバックメソッドの深いところに興味を持ってもらいたいっていうのがあるんですよね。体のことってやっぱり難しいなってみんな思っちゃうので、そこを私は本当に簡単に伝えていきたい、分かるように誰にでも分かるように伝えていきたいと思うので、そこを楽しみながらヨガを楽しんでほしい。私はなんかヨギーニというよりもアンチエイジングなボディを作るために、まあ、なんかこのメソッドをヨガに乗せて配信しているという感じなんですよね。だからなんかヨガ講師っていうよりは綺麗な体を作り上げる、維持する、生み出すためのアクティブバックメソッドを使ったヨガをやってくださいっていうそんな感じに自分のことを感じてます。なので、まあ、そこの立ち位置でこれからも動画を配信していきたいと思うので、皆さんもコメント欄に感想とかどんどんお書きください。そして、周りにね
カチカチ男子がいたら、カチカチ男子のヨガスターティングメソッドというのがあるよってちょっと教えてください。そして、女性も娘さんとかやっぱ若い子たちね、もう今すごく姿勢が悪いので、娘さんとかもしくは60代の女性70代の女性にもできるコンテンツも結構あるので、周りの、ね、方に体の、ね、使い方を変えるとやっぱ痛みとかも消えていったり、腰痛がなくなったり肩こりもなくなったりしますので、たくさん周りの方にもしね私のコンテンツ気に入ってくださったら、進めてみていただけたら嬉しいです。さあ、それでは、今日はこの辺で。そして、1000人に達成した時には、私実はこのヨガを通して YouTuber になって、そして YouTuber になった時にまた2つ、夢があるんですね。その夢について、1000人になった時にこんな感じで動画配信をまたさせていただきたいと思うので、お楽しみにしていてください。それでは今日は、最後まで本当ご視聴いただきありがとうございました。そして、まだチャンネル登録、してくださっていない方はぜひここのボタンをポチッとチャンネル登録押してください。それでは、またミワヨガでお待ちしています。お立ち寄りください。それではさようなら。最後までご視聴いただいてありがとうございました。これからもね、コンテンツ力入れるので、周りに姿勢の悪い娘とか、肩こりがひどい夫とかで、体が硬い彼氏とか、そうですね、腰が痛い母親父親とかね、いろんな方いらっしゃると思うので、もしあなたがこのねアクティブバックメソッドの楽しさを掴んだら、ぜひ周りの方に、私の動画を、私の YouTube をご紹介ください。そして、これからもね皆さんにたくさんの情報を届けていきたいと思うので、またミワヨガのコンテンツ覗いてください。チャンネル登録もポチッとお願いします。いいねボタンもぜひ、最後までご視聴いただいた方押してみてください。お願いします。ではまた次は、1000人に向けて1000人に向けて、1000人達成した時には私 YouTuber になったら、という夢が実は2つあるんです。この夢について1000人になった時に、まあ、こんな感じの動画で、皆さんにお伝えできたらなと思っているので、早くその日が来るといいんですけどね。また今日から頑張ってまいります。それでは、最後まで視聴いただいてありがとうございました。ではまたミワヨガでお待ちしてます。じゃあね。